本日、カージナルスからドジャースにトレードされたトミー・エドマンは、本当に突然の終わりでした。8年間ここにいたのに、変な感じです。試合に勝たなければなりませんが、現在私は負傷者リストに載っているので、チームに貢献できていません。と申し訳なさそうに語った。エドマン、ドジャースへの移籍について8年間もここ、カージナルス、にいたのに、僕は AL に入ってチームを助けられなかったから悲しい。守備走塁メインのユーティリティはありがたい。打撃も今のドジャースにはいないタイプだし需要はある。まあアウトマン不調なのが悪い。エドマンは使い勝手要する。エドマンって今季出てなかったよね。怪我の状態どうなんだろう。まだ気持ち的に無理だけど決まったからには応援しなきゃね。LAD はびっくりしたけど日本メディアでも見る機会が増えるね。ありがとうエドマン。エドマン、ドジャースか。誰か主力級出るのは分かってたけどエドマンか。来月ブッシュで待ってるよ。大声援で迎えたい。カージナルスの完全勝利のトレードですね。エドマンじゃなくてヌートバーくれ。ドジャースさん怪我人リリーフにトップ302人と2023年球団参加3位のバルガス出すっていう血迷ったトレードなの辛い。ドジャースがエドマン WBC 韓国代表を獲得ということはこれまではヌートバーとチームメイトだったのがこれからは大谷翔平とチームメイトになるということか。代わりにバルガスがいなくなるんか。ベッツとマンシーが復帰したらエドマンは外野に回るんかな。ドジャースがエドマン獲得って韓国代表やった選手やないか。